集チャンネル。うちの会社は世の中の仕組みを IT を使って実現するっていうのを企業理念として IT を使ったサービスを提供する会社となっております。いきなり採用の説明会みたいな話をしていただいてありがとうございます、はい、年収の方をお伺いしていきたいと思うんですけど、はいはい、1年目、2年目、3年目ってこう年次が上がっていくにつれて最初これぐらいでどのぐらいの年収が上がっていくのかっていうのを教えてもらえたらと思うんですか、はい、私1年目の時に年収400万でしたと、2年目になった時に残業が多かったのもあって600ぐらい、総合商社並みじゃないですか。3年目でプラス50、650ぐらいで、4年目で700ちょいぐらい。めっちゃいいですね。めっちゃいいですね。ちなみに残業はどのくらいされてるんですか。2年目の時が平均月30から40ぐらい。あ、そんなんですね。ベースがやっぱりすごい高いんですね。ベースは高いのかなと思いますね。ちなみに1000万いくのは何歳ぐらいでいけるんですか。おそらく30前半で1000万かなと思いますね。年次上がっていくにつれて、まあ、年収も上がっていくっていう感じでしたけど、人によって差がつくのっていうのは何年目ぐらいからつくんですか。入社してから5、6年目ぐらいからはばらつきがあるなっていうのはちょっと感じています。それまでは結構横並び、まああとは残業ぐらいで変わってくるのかな。わりかし早めじゃないですか。そうですね。じゃあ5、6年目ぐらいになると、それこそ人によってそのプロジェクトのマネジメントだったりとか、はい、サインされてっていうことでプラスアルファボーナスが大きくなるみたいな、そういう感じなんですかね。ボーナス基本的に成果によるものなので、まあ、ある程度例えばプロジェクトをしてサービス開始無事にできましたとか、あとは営業さんであったらなんかこういった案件受注できましたとか、まあ、そういった成果に対してのボーナスになるのかなと思っていますと、ちょっと差が出るって言ったのが、そのボーナスの差が役職で言うと課長代理っていう役職があるんですけど、 NTT では一般社員から次主任ってなりまして、その時課長代理で次課長、課長からは管理職になるんですけど、課長代理層で結構差が出るなっていうのがありまして、最速の課長代理の方が年収がバンと上がるなってのは思います。課長代理の方は今おっしゃったように営業だったら取ってきてとか、その辺の成果で給料に差がつくっていう、はい、そうですね。評価体系とかでどんな感じになってるんですか。正直ブラックボックスすぎて私もあんまり分かってないんですけど、びっくりしたのが結構やっぱ管理職の人は社員の人見てるなっていうのは感じていまして、すごい優秀だなと思う人はやっぱちゃんと評価されてますし、あんまりできないって言い方悪いですけど、まあそういった人はそれぐらいのっていうのはあるので、何と何をすれば年収が上がるっていうのはちょっとブラックボックスだけれども、はい、社内営業で、はい、結構気に入られたとはいえ仕事ができなかったら別になんかそんなにこう給料に反映されないですよっていう、地道に目の前のある仕事に対してやっていけばちゃんと評価されるのかなとは思いますね。まあさっきその残業のちょっとお話が出ましたけど、はい、3、40時間が割と多い方なんですか、はい、この業界で言うと少ない方なのかなってのは思います。普通に最近働き方改革してますけども、はい、とはいえね全然、いやそうですね、回ってるプロジェクトもあるんで、はい、あると思います。だからホワイトですよね。ホワイトですね。最近は特に案件が増えてきてるのと、やっぱ年次が上がるとやっぱそれほど見える範囲も広がってくるので残業時間は増えてるのかなと思いますね。とはいえなんか 3,40 時間のホワイトはね、なんか SIR って感じはしますけど、ブラックなところとかないんですか。めちゃくちゃあります。あるんですか。前回も NTT データさんに聞いていただいてるんですけど、はい、その方はないですって、はい、いやめちゃくちゃいいプロジェクトだったと思います。プロジェクトによってすごいブラックなところがあるんです。そうですね。思い通り浮かないとかシステムがトラブったとかでもやっぱ日常茶飯事で、結局はお客さんの要望ちゃんと吸い上げれなかったとか、結局非は自分ではあるんですけど、まあ、なかなか体制とか人が少なくてそういったトラブルが起きて、まあ、夜通しトラブル対応で明日の朝の営業時間までには復旧させるぞみたいな感じでやったりとかは全然ありますね。そうよね、はい、サイヤは夜中に電話かかってくる職業だと思ってますよ。あ、もう今日中にお願いっていうのが明日の営業時間までっていうイメージで仕事のアサインが来るので、じゃこれよろしくねって来たら勝手に脳内変換で明日の朝の7時59分かみたいなそういったのは全然ありますね。体調崩したりする人いないですか。あまり良くないんですけど、結構やっぱり給食とか体崩したりとかする方は多くて、あとはテレワークでやっぱ上司とのコミュニケーションがなかなか取れないって形でちょっと体調壊されたって聞いたことあるんですけど、でも最近はそこはしっかりやっていこうってことで1週間に1回コロナかかってませんかみたいな健康チェックメールが来るんですよね。でそこ答えて大丈夫です大丈夫ですって言ってあとは上司と結構話す機会も増えたから、まあそういったところは結構ケアされてるのかなとは思いますね。メールが来るだけでケアされてると思うんですね。メールだけじゃないですよ、ちゃんと喋ってとかプロジェクトによって良い悪いが出てくるってわけですけど、プロジェクトは選べるもんなんですか。若手のうちはランダム配属されてそのプロジェクトでやっぱ違うなとか出て
たいなって思ったら、まあ、すぐには出れないですけど、はい、移動とかはできるのかなと思いますね。配属されたプロジェクトが炎上プロジェクトだったなんていうのはあるあるか。あ、もう全然あるあるだと思います本当に。いきなり配属した初日に本当残業ダメなのに残業させられたとか、トラブル対応でお客さんに納品したものがバグってて、それを回避箱詰めをずっとしてたとか、なんかアルバイトみたいな仕事してた。文系の方々が見てて、はい、SIR の方が教授にやんなきゃいけないみたいな仕事内容すごい大変さなんか伝わるんですけど、はい、具体的にそういう時ってどういう仕事をしてるんですか。解析とか、なんかバグってんだけどみたいな感じでちょっと調べますって言ってカタ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 やってる人の報告を受けて、ちょっとお客さんに報告するとか、お願いしてカタカタ調べた結果内部向けの文言だったりするのをそのままお客さんに出すとダメなので、ちょっと変えてお客さんに報告したりとかっていうのはありますね。リサーチしてそれをこうアウトプットしてみたいな作業をすごい短い時間の中でゴリゴリやるっていう。やっぱトラブルが起きたら必ず報告をお客さんにしないといけないので、その報告書の資料作りとかっていうのもありますね。それを若手のうちとかは資料作りとかをすごいやらされるっていう。そうですね。なんかあとブラックのこととかあります？これ私個人的な話かもしれないですけど、上司とあまり馬が合わずちょっとやっぱりいろいろあるなって思っていて、例えば上司が大規模プロジェクト出身の上司で、私今小規模中規模プロジェクト、やり方が違うんですよ。大規模ってかっちりやって盤石な体制で進めていくっていうのが、まあ大規模プロジェクト王道のやり方なんですけど、小規模中規模って人がいないんで、そんながっちりやると人が足りない分時間でカバーしないといけないっていうのがあって、上司が大規模プロジェクト出身にがっちりやろうとして、そんなことやんないといけないのみたいな感じでタメ口で普通に言っちゃったりして結構バトったりすること、でもやれよとかってなって、でもなんだかんだやっぱ上司の方が正しいと思うので、そこはやっぱ上司に従ってやったりしてますね。仕事の進め方云々っていうところは人によって馬が合うというか、相性が悪いところはまあ人なんでぶつかることは多々ありますね。まあでもその一つのプロジェクトにアサインされた人間同士もそれはもうしょうがないですよね。多分もう仕方ないと思いますね。アサインされた人が知恵を出し合って頑張って進めていくっていうのがプロジェクトだと思いますので、いろんな人がいると思うんで、そこは分かり合いながらやっていくべきかなとは思いますね。そこのブラックなところを乗り越えて転職とかされる方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、はいはい、どういうセカンドキャリアになってくるんですかね、 NTT さん出身だと。結構 NTT って勘違いされる方多いんですけど、結構上流しかやらないみたいなっていうのを結構やっぱり想像されてる方いらっしゃると思うんですけど、結構あの上流もやりますし、もちろん下流工程の私の中で言うと結構泥臭いところまで NTT でやるなと思っていますと、ちょっとこれ私の個人的な話なのかもしれないんですけど、コンサルタントってちょっと語弊があるかもしれないですけど、結構綺麗事をパワポにしてお客さんに言うじゃないですか。で実際にこれシステム化するとなかなかできないことがいっぱいあるんですよね。それってどうなのってすごい感じていまして、セカンドキャリアっていうのは私の中では下流工程とか結構泥臭いところを考えた上でその上流の方に行って、お客さんに絵空事ではありますけど最後まで面倒見ますよっていう、トータルで面倒見れるコンサルタントとかになりたいなって結構感じる人多くて、そういった人が NTT だからコンサル、外資コンサルとか行く方は結構多いかなと思います、ね。アクセンチャーとか行くんですか。アクセンチャー結構聞きます。結構オファーがみんなアクセンチャー来てて主にコンサルの道に進まれる方が多いってことですかね。そうですね、はい。これ見てる人で就活生だとか若手の人多いと思うんですけど、はい、なんかどういう人がおすすめですか。仕事って一人ではもちろんしないと思いますと、やっぱチームで動くのが結構多いですので、あと NTT データは同じ NTT データ社員とのコミュニケーションであったりとか、仕事を委託している人とのコミュニケーションとかもありますので、コミュニケーション能力が高い人、結構ざっくりかもしれないんですけど、すごい多いなと思っていますと、そういった方はもうぜひ来ていただきたいなと思いますね。体育会系ゴリゴリみたいな人はあんま、体育会系ゴリゴリでも全然あのその人の仕事もあると思いますので総評して今 E メールも前でも聞いたんですけど、はい、NTT データっていい企業だと思いますか。私はめちゃくちゃいい企業だと思います。上司が社員のことを見てくれているな、あとは先輩社員もちゃんと育てていこうっていう気兼ねをすごい感じる企業だと思っていますので、あと研修もやっぱり充実していますし、手挙げたりやりたいこともできますので、すごい育ててもらえる会社だなっていうのはすごい感じておりますので、いい企業っすよね。いい企業だと思いますネットはいろいろあるかもしれないんですけど、私は総じていい企業だと思います、はい。NTT データに興味ある人はぜひ検討してみてください、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。